今回は、頚椎症、頚椎椎間板ヘルニアについて、お伝えしたいと思います。僕は頚椎症というものになりまして、頚椎症性神経根症という病気になったんですね。あとヘルニアもちょっとあったんですけれども、簡単に言うとこの首の骨がこう少しこう曲がっちゃう、なんていうかな、こう前の方にこうちょっと曲がっちゃうっていう、睾丸っていうんですけど、で、脊髄が真ん中にあって、脊髄がこう真ん中にあって、神経根っていうその枝分かれしてる神経がこう分かれているんですけど、出てるんですけど、そこの神経が出る穴がやっぱりこう小さくなってくるので、神経が圧迫されて、例えば痛いとかしびれが出たりとか、っていうのが出たんですね。で、手術をしてもらってだいぶ良くはなったところはあるんですけれども、今日はその傷口がその後どうなったかっていうのを、ご紹介したいと思います。やった病院は、品川の視床会っていうところで、やってもらいました。で、低侵襲って言ってあまり傷口が大きくない、だいたい私の場合は4センチぐらい切ってもらったんですね。で、今もう1年以上経ってるんですけど、こんな感じです。見えにくいかな、ここの部分とここの部分なんですけど、もうほとんど傷があまり見えない感じですね。他のお医者さんにもちょっと見てもらったら、とても丁寧にやってもらえたねっていうふうに言われまして、傷口はもう本当に、あまりないような感じです。今回はそのことをご紹介しました。以上です。